ピクミンじゃね。もういいってその。何度やったら気が済むんだよ。3度目だよ、3度目。もうやりません。僕、ここに誓います。どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきますか。1の1、リメイクとロールということで。これね、マジ、やっぴゃーなコースっぽいんだよね。チャレンジ数から見て分かる通り、クリア率はめちゃめちゃ低いんだけど、詳しく見るを見てみたときに、1の1を超リメイクしてトロールコースを作ってるっぽいんだよね。その作り方がめちゃめちゃすごいの。まだやってないから分かんないけど、めちゃめちゃ長い戦いになりそうな気がするんだよね。だから申し訳ないけど、今日はこの1の1だけで終わる可能性があると思う。多分だけど、おそらく 2,3 時間はかかるような気がする。クリアまで。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.17%。 これね、過去最高に難しい1の1、そして過去最高に神クオリティな1の1になると思う。ぜひ最後まで見ててくれると嬉しいです。さあ始まった。1の1の面影がここにもないね。そこでブームが来てんだよ。お前ボスのくせに登場早くないか。開幕クリマンジャー。すぐ右上に行こうか。オンオフが変わる前に上。間に合いませんけど、一旦このオンオフすればどうなる。待て、開いて開いて開いて。今日さ、ちょっとおとなしくやってっていい？こんな調子だったら多分 2,3 時間持たないと思う。じゃあここ一番左に逃げておけっていう感じかな。このハテナはなんだ、なんだお前。この近くの場所でファイヤーバーをかわします。で、雲の上のハテナ叩いていいのかな。いや、どうしよう、そのまま。いや、気になるよな。こんなこと言っちゃったら気になるもんな。一旦上行ってみようか。 USA キノコがあるかもしれない。成仏してる。まだ1の1の要素全然ないんだけど、詳しく見るを見る感じだったら結構1の1の要素あった。バックンが出てきたってことは、このハテナブロック先に叩いておかなくちゃいけないんじゃない。レベル隠しブロックがだ。お前か。もう絶対にジャンプはしない。もう右を進化しようか。この四角の枠は何なんだい。何もないか。このハテナブロックは、なんか触れちゃいけないものに触れたような予感しかしないな。上のボム兵が爆発して、やっぱエンドレスピンじゃねえか。いや、このエンドレスピン、なるほどね、右に進めなくなってる。お前は何なんだ。もう先に進めなくなってるからさ、そんな追い打ちみたいなやめてくれよ。パックンがたくさん出てきたね。パラパラパナがいっぱいいます。そしてこれはしつこいんだよ。多分だけど、このハテナブロック叩いちゃいけないと思うんだよね。で、オンオフをしてこいってことだから、一旦このブロックの方叩いてみようか。コインコインから、あのコイン、じゃあ上に行けっていうことなんじゃない。今日めちゃめちゃうるさくない？もうちょっと静かにやっていこうか。いろんな感情を殺してこの先に進みたいと思います。さあ、つららが見えますけど、その先にオンオフがあるな。あのオンオフをして戻ってこいっていう感じなんじゃない。だからオンオフをした瞬間すぐ右にダッシュ。これに出せ出せ。いや、落ち着け。感情を殺すんだ。マリオメーカー2。やばい、次回のマリオメーカー3のオープニングに使われるかもしれない。マリオメーカー3って言ってもらえませんか、ピオキングさんみたいな。どうする、みんな。次回のマリオメーカー3が僕が声優だったらさ、マリオメーカー3って。何がおもろいのよ。お前だけだってそんなんで笑ってるのは。もうちょっとみんなの心に響くような言葉で喋っていけ。右に行く。そしてこのままスネークブロック。あー、これでよかったのか。危ないです。だからこの土管は入れません。さあ、このまま右に行って、いや、上かな。どうなんだろうね。え、この風は何？あ、上の針に当てようとしてるってこと？じゃあ右ダッシュでいいんじゃない。右ダッシュして、だだだだだ、やめろ。みんなごめん、完全に伝えたいこと忘れちゃった。これさ、1の1の最初のアイテムが取れるところじゃない。こういう風にところどころね、1の1っぽいのがあるんだよね。ここが最初の土管みたいな。だからこういうの、お前忘れてたよ。だからこういう1の1の要素がところどころ設置されてあって、本当にね、1の1を大幅リメイクしてるっぽいんだよね。走ってジャンプしていこうか。そして右にバネがあると思うんだけど、そこまで走っていく。これでいいんじゃないか。はい、2、3、4、5、6、7、8、9、天柱だ。下に行ったらいけないっていうのが何笑ってんだよ。何面白いこと言ってないぞ。すいませんね。あー、集中しろ。生半可な気持ちじゃこのコースクリアできないぞ、ピオキング。俺に集中するな。俺が集中するんだよ。この風越えるのがめちゃめちゃ難しいのよ。走ってジャンプは間違いないと思う。そしてすぐ左、おしおし。で、こっからジャンプして右に行けばいいんじゃない。で、4つ目の土管に入る。あ、こっちが進むべき道なんだね。そしてこれはどうすればいいの。ダムさん、下に降りる。そして右の方でかわそうか。そして上に行けば、もう右を進化、右を進化、常に右を進化しまくる。これで、何もだ。で、皆さんお分かりでしょうか。
ここは1の1の4つ目の土管の中のショートカットの場所っていうところなんじゃないんですかね。こうやって1の1をちゃんと再現してるっていうのが面白いんだけど、お前どこの子だったのか、さっきやられたので。ちょっと大量生産しすぎじゃない、これいけるかな。いや、あえてした方がいいんじゃないのかな。で、こっから踏んで右に行く。で、中間ポイントあんじゃん。いやー、ナイスタイミングー。頼む、取らせてくれ中間ポイント。君だけは絶対に取りたいんだ。だからここは踏んだ瞬間すぐ右に行って中間ポイント。やったしゃ中間ポイントがめちゃめちゃ嬉しい。さあ次に行こうかって思ったの。どこどこどこ、え、今何、今な、あ、この左のドアに入れってことか。あれ、ドア入れんばい。え、どこに行けば、あ、上に行けって書いてる。多分左上の土管に戻るんだろうな。ちょい待て待て、雑魚は引っ込んでる。はい、でも中間ポイントから、中間ポイントってなんて素晴らしいんだろう。で、これね、左バーがあるからマジで行けないんだよな。上の方も行けない。だから一旦この土管に入ることで左上の土管に入れるようになるっていうことなんじゃないかな。で、魚には気をつけようか。この辺もなんかあったよね、さっき。だからここからジャンプして左に行く。オッケーオッケー。で、ここでブラパが出てきたのはさっき分かった。さあ土管の方に行こうか。これどうなってるかなんだけど、右側くるみたいな。なるほどね。ピャッピャー、ドゥル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 。やべ、くそ、間違えた。お前らこんなことしてただで済むと思うなよ。笑うな。もうね、右に砲台が見えた時点でめちゃめちゃやべえと思ったのよ。特にこの赤の砲台はマジで危険。飛んでくるの早いからね。で、右の鍵素直に取らせてくれるわけないってわかんのよ。四角の枠はなんだ、左下もここもあるけど何なんだろうな。一旦こっち叩いてみようか。鍵、え、この鍵を取っていけみたいな。あれ、いけないんだけど。あ、なんかでも上からいけそうだな。あ、いけたいけた。じゃあこの上は取れない風になってんのね。さあドアに入っていこうか。次の場所は何なんだい。ここはオンオフを変えるだけの場所か。で、こっから先に進めるみたいだ。は？もう一回戻る。意味わからんて。これ左に行ってみようか。一旦鍵だけ取っておくわ。鍵だけ取っておいて、こう左にジャンプする。なんで。はいはいはい、もうわかったよ。あそこに隠しブロックが出てくるってことは左に行くことで間違ってはない。早めのジャンプだ。そしてここで避ける。あいつ。そして右に行けば、なるほど、ここで鍵の上があるのか。いや、めちゃめちゃ苦労した。さあ行こうじゃないか。俺お前空気読めって。ここまで苦労したのにそんなドスンだけで片付けていいと思ってんのか。鍵ドアに入ります。そして右押しパドスンから押されないように。よし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 の代わりにならないかい。ドスンをかわした瞬間この場所でとどまっておく。そしてこっからよ、問題はいろいろあるけど、ハテナブロックどっちを叩く。一旦こっち叩いてみようか。ギリギリで叩いてすぐ左に逃げてみる。あ、ただのコインなんだね。じゃあこっち叩いてみる。決まった。鉄球出てくるのはいいんだけど、どこでかわすかよね。ここに四角の枠があるから、ここに置いておいてみようか。はい、ダメ。しゃがんでおいてみようか。あ、しゃがんだら大丈夫なんだね。なるほど、初めて知ったかもしれん。そして右のこのクロック。クロックってなんだ。時計じゃねえんだよ。いや、無視して上行こうか。ボム兵が出てきたよ。こっちは何？ユースや。ちょ、待て待て待て、俺のジュリエット。よし待て待て、何やってんの。ロミオ、マリオ、ガリオ。そろそろ落ち着いて実況していきたいと思います。テンションの抑揚っていうのが必要になると思うんですよね。じゃあボムを爆発した時にこのキノコを出して、このキノコを取っていく。で、この音符ブロック何なんだろう。一旦叩いてみようか。なんか消えなかったなんか出さなくちゃいけなかったのかな。いや、でも無理だよな。まあいいや、とりあえず上行ってみよう。上行って、お前もううせえ3つも用意すんなって。ほらよ、せめて1つにしてくれよ。だからここ USA でさ、右に投げなきゃいけなかったんじゃない。まあいいや、もう土管入っててみよう。土管入っててんじゃねえか。上は、上は一旦チビにならなきゃいけないっぽい。上も入れるかな。土管に入れませんねって指らしか見えないんだけど、あ、入れたよ。こっちが進むべき道じゃなさそうだね。行き止まりだ。しかもやらせてくんないと。あ、これはさ、死体空劇場だ。いいねいいね、久しぶりに見れた気がする。さあ誰がやってくれるんだいと思ったけど、おーい、めちゃめちゃ
どう実況していっていいか分かんないぐらい多いって。右下のガモンがなんか主役っぽいで、どんどんこっちに来てるもん。で、上の敵たちはこっちに来ることはないから、あのガモンがこっちに来てくれるんじゃない。もういいって、子供産まなくてそんなナメック星人みたいなことすんなって。だから早くこっちに来て、さあ再会だよ。チュッ、唇ガサガサ。ならここは大ジャンした後にすぐ右に避ける。そしてこの亀の甲羅を抜いて右に投げればいいんじゃない。いや本当に、いやまあここ以外に投げる場所ないもんな。なんか素直に行かせてくれるわけねえと思ったら、あんなところに亀の甲羅止まってるけど、なんか意味あんのかな。でこの成敗されたとござる。いやちょっと待ってね、どうすればいいか考えていいかな。亀の、あ、ここさ、シャカジャンしたらいけなかったんだ。で、亀の甲羅を持って、いやー、分かった、左に投げろマーク書いてる。あっちにオープンがあったじゃん、そっちに投げればいいんじゃない。っていうかさっさ降りてこいよ。いや、さっきさ、オープンを踏んだ時に何かが出てきたじゃん。だからすごく怪しいと思いましたね。それで亀の甲羅を投げればいいとすぐに分かりました。さあ、この亀の甲羅を抜いて、あのオープン、いや、ちょっと抜けねえな。あれ？あー、抜けた抜けた。そしてこの亀の甲羅を当てればいいんじゃない。で、何か出てくるかなんだけど、ピースイッチで、ピース、あ、これで右に進めねっていう感じで。ちょっと待てって、バブル、お前そんなことして許されると思ってんのか。右の雲を抜けなくなったからいか。いいね、いいね、着実に近づいてきてるっていうのが分かる。まあトロールコースの醍醐味の一つでもあるよな。謎を一個一個解くごとにゴールへと近づいていくみたいな、それが目に見えて分かるからいいんだよね。さあ、ここで雲を抜く。そしてこのハテナブロック叩いていいのかい。なんかキノコダメみたいな感じなんかな。ギリギリ叩いてみようか。バブル、これ当たるよ。うわ、どうしよう。一旦このまま進んでってみようか。僕はあんなの信じないよ。キノコもさ、USM ダメって書いてる。いや、僕はいけるよ。任せて、L 字抜けっていうのができるんだ。やべ、無理かもしんねえ。これを最初からやり出した方が早いかな。一旦戻ろうか。あ、やべ、モノレークになってる。誰か助けて。はい、やり直してきました、最初から。L 字抜けをさ、ずっとね、右の方に行けないか頑張って試してみたけど、全然無理でさ、もう最初からやり直した方が早いじゃんと思って。じゃあここ矢印信用していいのかい。僕は矢印信用するよ、ここで。今僕は一の一のどの辺をさまよい続けてるんだろうな。この下降りててみようか。あ、これ一の一でもあるわ。ここさ、上ファイヤーフラワーが出てくるとくるでしょ。で、この下はコインで、左もコインかな。うん、普通にキアップだったね。じゃあ一旦これ叩いてみる。てっきゅ、いや、これはいいんじゃない。当たってんじゃないこれ。よし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 、へへへ、ここ出せるわけ全然わかんないよ。鉄球をなすことは間違ってないと思うんだよね。で、この鉄球をなして、あ、花が出てくる前にここにおっとけっていう感じか。下の土管は入れません。じゃあここどっち叩く。左と右、左を信用するか、四角の枠こっちへ。どうだ。皆様、こんなに鬼畜な位置の位置を見たことがありますでしょうか。そしてこんなに神がかった位置の位置を見たことがありますでしょうか。僕はありませんね。ただね、めちゃめちゃ難しいんですよ、あんなに。僕はね、気が向いてほしいだけなんですよ。右でいいのかい。で、ここに掴んで、まだまだ花びら。少しビビりすぎてました。はい、右のブロックを叩けばいいことは分かってる。叩いた後どうするかよ。このパックンがいなくなるんじゃない。だから倒してくれる何かが出てくると思ったら、もう鉄球以外考えられない。え、ああっけ、お前ダメだよ。あ、このツタに捕まっておくことは間違ってないと思う。そしてすぐに右、いや、そうそうそう、よし。で、これはなんで、この上のブロックがなんかヒントになってるんじゃない。うわ、マジかよ。で、このサンドの下のブロックもさっきリンクかなんか出てきたような気がするんだよね。ということはよ、ここでまず隠しブロックを叩く。で、この鉄球が隠しブロックを壊してくれるんじゃねえかなと思うんだけど、あ、やっぱ壊れたね。で、さっき本当にさ、あの右のハテナブロック叩いた時、リンクが出るような音が聞こえたんだよな。で、ここで、ブロックを叩いてどうすればよかったっけ。
出る、そしてすぐ右に行く。ここ待ってさ、むっつらいの。右にまず鉄球出させようか。出させておいてすぐにこの上、よしよしよし、やっぱりリンクだったね。そしてここのブロックを叩くとスターが出てきた。いや待て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 、これさ、スターこのブロックを壊しておかなくちゃいけなかったじゃん。早めに行こうか。お前なんでこんなところで隠れてんだよ。マニアか、頼む、行ってくれ。いや、いけるいける、頼む、マジやってくれ。ペルダイロー、僕はもうダメだ。まず右下のブロックを破壊しておく。ここでもさ、先にブロック壊しておこうか。これだったら絶対安全だよ。よしよし、これでゼルダ姫の元に行けるね、リンク。全然余裕で間に合うと思うよ。は？頼む、壊してくれ。これで何もない。よしよし、これでやられることはなくなったね、リンク。だからなんだよ。瞬間が欲しいだけなのになぜないの。さあこっから慎重に行こう。さっき右にはまってしまったよね。この辺の右に行ったらダメだから、ジャンプして右。よしよし、早く僕に瞬間を。瞬間はどこだ。僕死んじゃうよ。さっき中間あった。僕の気のせいじゃなかったら中間が見えなかったようなやつだったけど。このままゴールまでない感じかな。じゃあここがスターが切れていく。これで右の方に進めると思うんだ。ダメじゃん。ここさ、スターのまま行っていいのか。で最後に隠すブロックを出した瞬間に爆弾を出せばいいと思うんだよね。だからここですぐに隠すブロック出して爆弾、これでいいんじゃない。よし。いやマジで中間がない。いやこれ上に行くしかないよな。オープン叩く。いやオープン下から叩く。僕上からじゃない、カロンで、カロンを取って上は間違いだと思うよ。だからここは死んだふりもしない、当たってこのドアに入る。頼む、中間よ。あーやだー。僕を殴って、カロンのカロン吐いたまま進めっていうことだったんじゃない。ということはここで死んだふりしなくちゃいけない。花ちゃん邪魔するな、邪魔するな。お前のせいでドアに入れてんじゃねえか。なぜか入れたよ花子。レールのところで死んだふり。これで先に進めるのか、すぐにドアに入ろうか。これで上に行く。よし、中間は、中間が見えて、無敵時間のまま行く。中間やな、これは何じゃっかな。あら、なんかリンクのまま来れたんだけど。よしよし、これはチャンスだぞ。このまま、カロンのコーラを吐いて一旦やられたふりをして先に進んでいく。いやこれめちゃめちゃチャンスじゃない。でこのまま右進んでよかったよね。で左すごく怪しい。一旦叩いておこうか。こっちはリンクを持ってんだ。一旦ここでカロンのコーラを捨てておこう。でこのハテナは何。まあまあまあ、なんもないという感じだったね。そしてここで蹴って、一旦何もしないでおこうか。蹴って何もしない。よっほーしよっほー。あ、上に行けばよかったのかな。どうなんだろう、なんで鍵持ってた。まあそんなの引っかからねえよ。でここで2分の1じゃねえか。いや右と左どっち行こう。あでも左だったら右もワンチャン行けるっていう感じだよな。ここでブラバが出てきてもいい。やっちまった。今度はね、リンク取れませんでした。じゃあここはファイヤーバー避けることは分かってたけど、早いな。ファイヤーバーが来るのが分かってる。そして次もすぐに行こうか。うわー、2回通り過ぎた後行ってみようか。そしてすぐ上に行く。あ、これで行けるだ。危ない。あのサーブ危ねえ。そして左は犬が出てくる。で、チェックポイント2って会長や。頼む、チェックポイント2。まあまあ、チェックポイント2があるって分かっただけで僕はめちゃめちゃ心の余裕ができてるね。右に行ってすぐ左に逃げる。チェックポイント2はないね。土管に入れっていう感じかな。土管入れる、これ。あのカキモンのところもなんかありそうな気がするんだけど、あそこは隠しブロックがあるかもしれない。無視しておこう。チェックポイント2は何もしてくれた。よし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 、何もしてくれたよ。頼むから、これは何。犬、あばばばもう語彙力犬以下になってるって。どこにチェックポイント2があんの。あの右下のカキ棒があるじゃん、あそこにあるとかそんなことはないよな。この先でなかったらちょっとあのカキ棒のところ行ってみるわ。で上は犬は出さない。ここで石エイジが落ちてくるでしょ。石エイジが降りてきたと同時に右に行こうか。一回降りてきて。おしゃしゃしゃ
いやマジで全然チェックポイントが見当たらないんだよな。この上か、この上にあるとか。やっぱり隠しブロックあると思ったよ。この上は一番右は、一番右はあるのかな、ないのかな。ないね。だからここに進んでいく。いや待って、急にホームだ。パワーシュートつけてただけ、めちゃめちゃ優しい。こいつはなんか嫌な予感がするぞ。大丈夫か。え、これ何、特に何もない。上になんかね、アイテムがあるのが見えんだよな。上に一旦やられそうな気するけど、一旦行ってみる。あ、特に何もないんだね。上のアイテムは取っても戻ってこれなくなるだけ。チェックポイントにあんだ。絶対に欲しいよ、隠しブロック抱いてくれ。よしよしよし。で、ここもどこかだな。早めに行った方がいいと思う。一番左はある。残りで行こう。真ん中の右どっち行く。真ん中を信用しようか。いやー、次はなんでよ。みんな見て、やばくない、リンクのままここまで来れちゃったんだけど。これだったらさ、右のブロック壊して、あぶね、右のブロック壊して中間ポイントに取れるんじゃねえかな。いや、これ絶対イレギュラーなパターンだよ。他に行き道があるはずだから。いや、これ行きてー、めちゃめちゃ行きてー。でも右に行ったらいけないってことは、もう上から行くしかないってことだよな。あ、上ツタンがあんじゃん、このツタンが。あー、なるほどね、これで中間ポイントが取れるっていうわけなんじゃない。よっしゃ、スタンダム中間ポイント取らせてくれ。やったやった、じゃあじゃあこのまま一旦降りてってみようか。いやいや、全然いいよ、全然いい、中間ポイント取ってるもんね。いや、中間ポイントって本当なんて素晴らしいんだろう。もう気分はルンルンだよ、ルンルン。じゃあ落ちて左って書いてたね、確か矢印が。お、ここは1の1の落ちる場所じゃん、落ちる場所じゃんって言ってもあれだけど、もうすぐゴールがあるよ、この右に行くことさえできれば。あの USA を取れっていうことかい。それでも土管に入れっていうことかい。一旦土管に入ってってみようか。土管入れたね。え、何これ、新耐久。まあまあ全然いや、新耐久でも何でもさ、こっちは中間ポイント立ってるんだ。でもやられるところがなくないかい。はっ、ドアがある。ちょっと待って、いや、ふかしかしねえぞ。大丈夫か、これ右は、右のブロックは開かないのか。頼む、中間ポイント戻したか。そんなのやめてくれよ、ブブーじゃないんだって。この扉の先、ただやられるだけであって、せめて。いやー、なんてことすんだ。今見た、めちゃかっこよくなかった。なら、あの土管に入んなってことだったら、下のあの線のところがあるじゃん、あそこ隠しブロックがあるんじゃない。あのバネの上乗れるかな、一旦乗ってみようか。上に乗れないってことは、こっから思い切り左にジャンプだ。まずい。あそこで一応やられることできるんだ。多分ね、この線より上は隠しブロックはやっぱりない。だからこっから左にジャンプして渡っていく。で、上のハテナブロックは何なんだろう。隠しブロック出てきたよ。うわ、嫌な予感しかしねえな、あのボム兵。で、右上にも着火した。で、あのボム兵何してくるんだろうな。メット、あ、あれでパックンを倒してくれると思ったら閉じ込められちゃった。一体かって言ってみる。どうせ隠しブロックでしょ。分かってんだ、隠しブロックを奈落くんで先回りしておいて、パックンを倒した瞬間に右に行けばいいんじゃない。多分それで先に進めると思うんだけど、どのタイミング、ちょっと集中するわ。このタイミング、よっしゃ、バーイ。もうあの四角まで越えようか。で、ブラパをかわしていく。オッケーオッケー。そしてこれは下に降りたらダメだと思う、だからすぐ右に行く。危ねえ。あんなところに隠しブロック隠してやがったのか。そしてこれは、あ、もうすぐさ、ゴール前の階段だと思ったんだけど、まだまだないんだな。この四角の枠は何？リッケッマリアーよっしゃ。なんで？ねえ、なんでなくなったの？お前は突っ込んでるさ、こが。右のハテナブロックすげえ気になんない。でもこれね、ブラパだと思うんだよな。だからすぐにリンクを取る。そしてこっからよ、問題は、パンブロックを叩いてみる。ひどすぎやろ。これはひどすぎやろ。ちょっとハテナブロック叩いてみる。これめちゃめちゃ気になんない？あ、やっぱりブラパか。そうだと思ったよ。じゃあパンブロックを発動させた瞬間すぐ左に逃げる。おーし、よしよしよし、もうゴールだじゃん。おいおい、こいつ邪魔するんだって。
そしてウニが、あー、これは引っかかるって。こういうところの魚はさ、じゃあこのブロックを爆弾で壊して上に進むわ。もうゴールがあるんでねえの？この先ゴールがあっていいよ、頼むって。ここにゴールボールとかねえかな。でも矢印右って書いてるじゃん、だから何なんだよって話だけど、ここはブラバが出るかもしれねえ。だから下からするのが正解だ。なんでトロールやってると思ってんの？まだなんだね、ゴールは。あのね、ブロックの中に隠されてるとかそんなんがあったらいいんだけど、ないよ、ここは裏面だ。さあ、このハテナブロックを叩いてみようか。魚、右の10コインは何なんだろう。え、これは何、普通入っていいの？なんかブロックは何もなさそう。じゃあこの土管入っていこうか。土管じゃない、ドアね。大愛せんか。プラス思考で考えよう。罠に引っかかってるってことはゴールに近づいてるってことだ。左下落ちてみる。右行っても何もなかったもんな。あ、やっぱり無理か。分かっちまったよ、みんな。これさ、左に行けばいいんじゃない？だから左にブロックがありますみたいな。見たか、このトロール名人を。左だと思うじゃん、さっきも左だったからさ。じゃあ右押しっぱで、こっからどうするかよ。オンオフをすればいいのかな。一旦してみる。オンオフして左側に行けるようにはなる。今イエイって言われたから多分こっちで合ってるんじゃない。で左行く。いや怖え、この先行くの。もし間違ってたらまた中間ポイントでしょ。いや、あの USA 取っていく。いや一旦このまま行ってみようか。多分こっちで合ってて。うわ、どう、あ、これさ、右下のブロックなんじゃない？いや、絶対そうだ！よし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 ！で、あの先どうなるかだね。ゴール前の階段来るかな。いや、これ地味に難しいな。ここカットしていいかな。いや、僕はしないよ。カットなんてそんなつまらないものに頼らないさ。で、上にも行けるんだよね。なんかさ、上壊せるじゃん。いや、上壊せるじゃんっていうか、ちょっとここガチでやってっていいかな。いや、この上よ。この上壊してオンオフがまた帰れそうなんだけど。いや、一旦何もしないで行ってみるわ。このまま右下のねブロックを壊したいと思います。一旦左まで逃げておく。そしたら右にスクロールしてくれるんじゃない。で、ここで防いでおく。で、パンは発動だ。あっ、危ねえ危ねえ危ねえ。よし、頼む。なんでお前が出てくんのよ。いや、一旦ここは爆弾でブラッパを下にやって、もう出すぎ出すぎ出すぎ、上に行く。とりあえず先が見たいんだ僕は。どうなる、ガリガリか。ここどうすればよかったっけ、全然覚えてないんですよ。さやなさやな、右から2番目がねブラッパっていうのは分かってる。あ、分かった。ここで右から2つ目ギリギリまで魚出しておくじゃん。で、ここで爆弾で壊せばいいんだ。そして右上の方にジャンプして入っていこう。これでいいんじゃない。よし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 、ゴールは近いぞ。ゴール前の階段頼む。ここまで戻ってくるのがどんだけしんどいかわからないでしょうね。魚は避けておく。なんだタイム、ちょっと集中させてガチでやるわ。ちゃって言ったら落ちてくる。そしてこの P スイッチを踏めばいいのかな、それとも鍵ドア。いや、鍵は持ってないもんね。じゃあ P スイッチ、いや待て、やめろ。いや大丈夫大丈夫だ。 P スイッチを押してすぐ右に行こう。それで大丈夫だ。ゴールボール見えた。いや上に行く。いや、あんちゃん下に行こうか。頼む、こっちで会ってて。あのさ、もうここまで来るとね笑えんのよ。3時間やりよんよ、3時間。シャレにならんて。ピーピーペレペレペーピ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 ーペレペレペペレペペペ。さあ、そろそろゴールのお時間なんじゃないの。下に行ったらいけないってことは上に行くしかないってことだ。行き止まりですよ、ここは。右のパン君、鍵を手に入れて。こっちは何なんだい、こっちも鍵。どうすればよかったんだ、これは。全然わかんないよ。一番右行ってパック、はいはい、わかったわかった、攻略を見つけたぞ。 P スイッチ押すじゃん。そして一番右まで行く。そして鉄球を出させるでしょ。で、鍵を手に入れて左の鍵ドアに入るみたいだ。これで右行ってる。よっしゃよっしゃ、もうゴール近いんじゃない。よし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 、上は、いや、ちゃって聞こえてんだよ。さあ、ゴールしてくれ。お、来るぞ来るぞ、呪ってやるからだ。エモくない、これで絶対ゴールできると思うよ。早めに行けっちゅうことだね。魚落として、はいはい、早めにボム兵を出して。頼む、エルサが来る前に間に合うか。やったやったやった。
もしんないけど、めちゃめちゃやばくないこの1の1。ぜひですね、トロール初心者の方におすすめですね。絶対二度とトロールコースやらなくなるだろうな、こんなんしたら。まあ今日はですね、動画の最初に言った通りこれで終わりたいと思います。いや、ここまで長い戦いになるとは思わなかったね。ぜひ頑張ったなって思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。